ここは、ガイムが絶望する脱出不可能な監獄、アクション界の二大レジェンドが、絶望に挑む。大脱出、世界中の重犯罪者たちから恐れられ、墓場、恋用とそのタンカーは、一度入れば二度と出ることができない巨大な監獄。この船にある男が投獄されてきた。男の名はグレスリン、世界屈指のセキュリティコンサルタント。脱獄のプロだ。何者かの手によって拉致され、犯罪者の汚名を着せられたグレスリンは、自分を罠にかけた組織の陰謀を暴くため、自ら設定に関わった絶対攻略不可能な、この監獄の脱出計画を練り始める。しかしその前に立ちはだかったのは、凶暴な手下たちを率いる囚人たちのボス、ロットマイヤーだった。この男、敵か味方か、裏切り者と黒幕は誰か、グレスリンが投獄された衝撃の理由とは。あらすじ。フィルマークスより引用。映画の詳細情報はこちらなのだ。緊張感のある脱獄劇と主演2人のアクションが魅力。物語と設定がシンプルなので非常に見やすいのだ。続編はあまりおすすめしないのだ。この映画の感想はコメント欄で募集中。ネタバレを見たくない人はコメント欄に注意なのだ。